これがプロ初打点。最低限の仕事をしていきました。これで2対2の同点。そしてなおもツーアウト3塁でバッターは小池です。嬉しい初打点になりました。香織です。さあここで、いい場面が来ましたね、本当にね。今シーズン限りでの今日での引退を表明している小池、まあ、自分でね、思い出を作るには最高の場面ですよ ね、はい、そうですね。はい、また一つ野球人生の中で忘れられない、一番最後の試合ってのはですね、やっぱりこう何年経っても覚えてると思いますよ、はい、小池コールが響いています。横浜スタジアム2ボール。横浜で終えることに特別な意味があると話していた小池、常に一緒に白球を追い求めてきたのがこの後藤でもあります。スリーボール。ちょっとばらついているスタンリッチ。2対2の同点。4回の裏、ツーアウト3塁でバッターは小池。決まってスリーボールワンストライク。第1打席はサードへのファウルフライ。そしてこれが2打席目。レフトへ、左中間に大きな当たり。センターが下がっていって見上げて入った、なんと大きな一発を勝ち越しツーラン。人生でこれ以上ない笑顔を見せながら今ホームインしました。荒波と抱き合います。忘れられない、小池自身もファンも忘れられない、そんな試合になります。見事なホームランです。そうですね、よかったですね。小池が見せてくれました。レフトスタンドへ飛び込むホームラン。そして今度は黒間でレフト前のヒット。家族も知り合いもたくさん来ているこの横浜スタジアムで今日は野球を楽しみたい、そう話していた小池のこの一発。いやー、なんかこうまだまだ引退するのも惜しいなって思わせるホームランではありますね。そうですよね、よかったですね。後藤も自分が打ったかのように喜んでいます。バッター9番ライト内村健介。ベンチが一つになってますね。今までで一番嬉しいホームランになったかもしれません小池です。